あ、もう始まってますか。あ、どうも皆さん、ご無沙汰しております。野添です。よろしくお願いします。皆さんのね、お声のおかげで、ゼミナール復活しました。ありがとうございます。ね、これからね、年末のクイーンズクライマックスに向けてね、徐々にこの女子選手も取り上げながら、いろいろね、やっていきたいと思ってます。はい、また意見等ありましたら、セミナール公式ホームページの方に、どしどしコメントの方、よろしくお願いします。はい。さて、ちょっと今日、さーっといきますかね。はい。久しぶりですね、皆さん。よろしくお願いします、仁さん。あ、2レースからかな。はい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 。これね、藤井君ね、今日両方ともまくり一発、お見事。これ前節もね、まあそれなりに動いてたんですよね、このエンジン。というか、むしろ良かったね、谷川君も。この帰りがいいね、なんかこの回った後の。まあ、5手のね、小坂君がこれちょっと構えすぎて角度がなかったんでね。その分刺されなかったっていうのはあるんですけど、うん、癒してますね。はい、この2コーナーも見てても、まあ、合わせながら待ってしっかり掴んでグリップしてるし、いいと思いますね。で、小坂君に関してはね、これ前半レースより後半レースの方が圧倒的に良くなってましたからね。やっぱり気温かな。あ、皆さん、レックさんこんばんは、強川さんこんばんは、ピョンキチさんこんばんは、ビルーラさんこんばんは、はい、ありがとう。ヒロさんこんばんは、マサマサさんこんばんは、あ、崩壊惑星さん、いつもありがとうね、マサキオさんこんばんは、はい、あ、宮内さんこんばんは、タッペイさんこんばんは、はい、よろしくお願いします、あ、復活ありがとうございます、こちらこそ、はい、ね、そうなんですよ、皆さんどうも、あ、はい、ダイヤモンド2号さんこんばんは、念仏の手さん、はい、どうもありがとうございます、はい、はい、はい、皆さんありがとうございます。どんどんコメントください。読んでいきます。はい。あ、ちょっと待ってね、読まれへんね。グラノさん、あ、グラノさんちゃうわ。これなんていうの、大家さんかな。はい、ありがとうございます。あ、まさみさんどうも。小坂やったでしょ。僕はやるって言ったじゃないですか。はい。ね、まあ、気配がね、前半とは明らかに違ってたんで、まあ、これ、ま、多分まくるやろなと思ってました、僕、正直。あ、岡村淳さんどうもありがとうございます。あ、黒コスモスさんかな、はい、こんばんは。あ、やっぱり優勝しました、若松松井さん、それは順番よくとらしいですね、さすがです、お見事です。はい、あ、ザリガニさんこんばんは、3です。これもね、まあ、配信中にも言ったんですけど、まあ、スタート揃いそうやし、なんか逃げるんじゃないかな。まあまあ気配も僕今日パカッと見たんですけど悪くはなかったんで、たまついてたのここね、2号店テレア君が単独外してくれたん で外掃除してるんで、3がワンテンポ遅れるっていうことはイコール4も5もワンテンポ遅れるんで、もう誰一人来なかったですね。足的な部分はこれ圧倒的にテレア君の方が良かったですけどね。はい、まあ、ただ持つ足はあるなと僕思ってたんで、スタートさえ5分なら、うん、喜んでんちゃう元子も、これ香川も香川元子家おるんかな。でも前見た時よりもだいぶしっかりレースするようになってるんでね、うん、こういうのもきっかけ一つなんで、あ、そうなんや、松井さん楽勝やったんですか、それは楽勝でしょうね、はい、だと思います。あ、小坂君のモーターいいですよ、これも今節の中でも上位機ですしね、それもあるし、調整もやっぱりね、ちょっと若干伸び方ねしますけど、彼は癒してると思います。だから後半の方が明らかに良かったですよ、前半やっぱり気温も高いでしょ、湿度もやっぱあるし、上がりが悪いんでどうしてもね目立たなくなるんですけど、後半はもう明らかに良かったですからね。あ、これこれなんちゅうんかな、なんとか BB さんこんばんは、はい、あ、シノンさん久しぶり、あ、ミルバさん、西橋さんね、まあ、かわいそうというか、まあこれ展開がありますからね、致し方ないと思いますよ。はい、そうそう、水本さんお母さん喜ぶでしょう、確かツイート上げとったから元子おると思うねんけどね、それ喜びますよ。はい、新一さん、はい、あ、はじめまして、そうですか、また棒も使えますよ僕、はい、もうちょっと高級な棒にしてほしいねんけどな、もうしゃあないね、はいはいはい、坂野さん、はい、天野オーシャンカップ入場はがきと、おお、やった、おめでとうございます。なんか外れたってツイート結構上がってたんでね、よかったですね。リンさんこんばんは、はい、吉尾ちゃん、ああ、どうもありがとうございます。はい、リンさんどうもこんばんは。あ、はいはいはい、写真撮ったし人がな今日、はい、とんでもない、とんでもない、なんぼでも。二階堂さん、はい、いらっしゃい。え、
タッペさん、天気予報しよう。またやります。はい、その説はお願いします。天気予報しようってどういうことよ、本当に。はい、行きましょう。次のレース。あ、りっちゃんさん、ありがとうございます。これもね、まさやこれ一等やったけどね、2コーナーちょっと根っこまで来られたんでね、これ福島さんの角度とね、岩崎君の角度見てもらったら分かりますけど、まあ、あの瞬間に逃がさそうな確定。うん、でこれね、逃が外行って福島さん締めたことによって亮太が行く場所なくなったから内に切り替えたでしょ。でこれ見えてるんですけど、まさかここまで来ると思ってなかったんですよね、岩崎君。これ普通や変わるんですよ。でここで変わったふりしてもう一回来たんで、慌てて握った分ちょっとターンマーク外した。で亮太は角度ない分握ったら流れる。で福島さんが刺してくる。もっと、うん、惜しいね。うん、あ、亮さんこんばんは。はい、隠密大村の山崎くん、どうも。やす、こっからね、死に頑張るんですけどね、足的な部分はそう大差ないかな、ここは。うん、若干手前の係りとかね、その辺はね、岩崎くんの方がいいですけどね。直線に関してはこれ女子なんで、男子なら決まってましたけどね、これ。はい、ペラタさんこんばんは。すみません、そうです、水本さん来てください、いつでもお待ちしてます。はい、あ、サラリーマンライダーさん、はい、こんばんは。これいつもツイートくれるっすよね、ありがとうね、いつもね。うん、 OK かな、このレースも。まあでも相対的に見てそんなむちゃむちゃなエンジン差ないっすね。飛び抜けて出てる人もいないですし、今節に限っては。うん、ほう、たっくんさん、はい、あ、よかったね、おめでとう。あ、まあね、オープニングセレモニー、やでもやっとちゃんとしたんやるんかな、わからないですけど、仕様はね、どうやってやるんかは。まあ、でもね、また増えてきてるんで、どうなる、この先どうなるかわからないですけどね、できるときにやってもらいたいですね。はい、うん、これもね、これも一緒です。もうスタート揃えば逃げれる足はあるなと思ってたんですよね。ただ盲点はこの2号手の板倉君かな。彼ね、いつもね、実践足いいんですよ、これ目立たないですけど、丘の上でもピットでもあんま目立たないんですけど、ほんと静かにいてるんで。ただエンジンはよく出しますよ、覚えておいてください。はい、あ、村長さんいらっしゃい、よろしくね。正和さんどうも、亮さん、あ、はいはいはい、七全然さん、あ、いらっしゃい、アッキーさんこんばんは、畑抜きさんどうも、お疲れさん、北野さんどうも、はい、はいはい、はじめまして、こんばんは、コメント読んでほしい。はい、息子の一言、冒頭予算目指します、流星って名前、17歳、頑張って流星、まだまだ先やけどな、頑張って、応援してるよ。これもまあまあ、あとは競りですからね。念仏の鉄さん、9、10、11、12、え、僕のおかげというよりも沖口のおじきじゃないですか、絶好調でした今日は。はい、あっと、ゆめさんどうもこんばんは。沖口さんどっちかというとセンターのかましが好きなんでね、現役時代からもかますのが、うん、僕らのやっぱ沖口さんも言ったらまくりですから、まくり選手好きですからね、そういうレースならビシビシ当てますよ、沖口さんは。はい、ここはね、もうゆったり回してしっかり球を見て刺す。そんな河野君もめちゃめちゃ出るわけじゃないですけど、まあ、この辺はやっぱりもうね、記念でも走ってるんで落ち着いて走ってますよね。うん、ん、りっちゃんさん、うん、そうなんですよ、おかでめっちゃ、あ、テナックマさんどうも、あ、デートさんどうも、青木さん、はい、こんばんは、え、ヌーさんこんばんは、元気それ何より、元気ですよ僕は、はい、至って、え、相変わらずいい男やな、ありがとうございます。そうそうそう、いい男おるでしょ、います、いっぱい、六分同期はね。はい、次いきます。あ、そう、笑ってるんですか、北野さん、よかった。これもね、見ながら、一番これ今見たら分かるかな、ちょっと4を視界捉えたんですけどね、ハンドル切る手前です、1号手見てくださいね、これ、これ見て、ここでもう一回見て、あ、ほらほら、見てハンドル切ったでしょ、ああやって基本ね、やめたら落とす、へさきが見えたら握る、角度よく入ってきたんやけどね、長尾ね、これ長ちゃうわ、6で6ですか、これ、ただまさね、もったいないよね、これ6ですよ、さっき見てなか、見てない、見てない、これくるくるってうまいこともあるでしょ、
この辺の足がいつもいいんですよ、板倉君は。あ、頭下げてる、痛恨の極みですわこれ、ただまさやってもうたみたいな。うん、はい、鈴木さんどうしますか。野添さんこんばんは。はい、こんばんは。んちょっと待ってね。はい、この間日曜日、智也さんホームセンターにあいつホームセンター行っとったんよかったね。あいつが出かけるの珍しいですよ、夫婦で。はい、はいはい。ディーンさんいますよ、どうもこんばんは、お久しぶりです。はい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 。あ、リンさんね、松井さんの逃げはね、僕すごく、もう言ったらすごく綺麗な逃げしはるんで、比較的2コースでもね順走しやすいですね。差し切ることは難しいですけど、ハンドル切るスペースがこうパンとすぐこう切ってくれるんでできるんですよ、ここが。だから比較的2コースはレースしやすいですよ。はい、竹谷さん、おうす、どうもいつもありがとうございます。はい、丸山さん、はい、選手ってフライングどのタイミングで気づく、あのね、速いっていうのはもう85から分かります。で45でも最終的に確認します。それでもって時計の下で確保します。はい、残っとってくれと。でもね、0.05より後ろなら入ってる自信はありますね。ただそれより先になるともうあとは運です。これもうほぼほぼ運です。それをいけるのは菊池君、森田君とかそこらのクラスだけです。はい、ねえ、ただまさもったいないですよね。東島でヒーハーヒャーしたかな、したな。しましたしました。はい、あ、福沢諭吉さん、はい、どうもこんばんは、ありがとうございます。そうか、夫婦で買い物行っとったんやな、ええことやわ本当に。あ、宮内さん、西坂さんがコラボしたいって熱をオファーしてました。します、はい、それだけ言っときます。いつとは言いません、コラボはします。はい。そうですよ、しますよ。あ、ひろひろさん、はいはい、住之江は無風にかかわらず、あれも、はい、これ住之江っていうのは無風は良くないんですよ。うん、あのなぜかというと2コーナーの引き波がものすごく残るんですよね、他場に比べて。まあそれはレース上の形状なのかネトロンの関係なのかは、まあ、分からないですけど、まあ多分ネトロンだと思うんですけど、本来ならまあ風ない方がいいと思うでしょう。逆で若干向かいなり追いなり 2,3 メーターぐらい吹いてもらうのが選手にとっては理想ですかね。うん、その方がレースは比較的しやすいです。はい。吉野ちゃん、はい。尼崎の、あ、この前のやつですかね。はいはい、僕レースは見てないです。お話は聞きました、あの白石さんから。怪我はなかったみたいですね。重傷のね、打撲程度で済んだみたいです。よかったですね。はい。あ、難しいです、リッチャンさん。これ4号艇が見てるの分かったでしょ。そこからね、見えない力だから、例えば1コースがスタートをへこんで、2号艇がスタートいって、3号艇が1号艇と同じぐらいのスタートとするでしょ。本当は2番は見えるけど3番見えないわけなんですよ。で2番が落とすのは目に入るんですよね。落としたレバー掘ったって瞬間に3にまくられるっていうのが、もうこれよくあるパターンです。だからそこで選手は耳を澄ますんですけどね、音が切れるか切れないかっていうのをじーっと聞いてて、消えれば落としますし、音がずっと消えなければ当てたまま回りますね。はい、尼崎の特徴はね、また今度、うん、ここよりセンター決まるかな。うん、昔よりはでも効かないですね。はい、でもこの時期向かい風が吹くことが多々あるんで、インの人がエンジンが劣勢であるとか、スタートばらつきあるとなったらセンター狙って面白いんじゃないですかね。あれ、シェイレルさんどうもこんばんは。あい、ん、いろいろさん、はい、はじめまして、どうも。スミネでのオープニングセレモニーの予定はないんですか。僕は分かりません。はい、すいません。ん、怪我なくてよかったでしょ。ひろひろさん、エンジンの点火時期って、まあ、これちょっと待ってな。青木さん、野添さん、季節感で誰が優勝すると選手間で、あのね、もうこの段階になったらエンジン相場は選手は分かってます。誰がトップで誰が2番手3番手グループ中堅グループ下位グループっていうのは、で大体そのまあまあ得点出るじゃないですか、もうなんとなくね終わって出てるんですけど、まあ、現状トップが藤井君かな。でその中で明日の、まあ、この確定版も僕は見てるんですけど、誰が得点トップになるんかなっていうのを踏まえて、あの人かなっていうのは選手はなんとなくもう想像ですよ、あくまでもはつきますね。あの流れ、その節感のね、節感のその人のレースの流れ、エンジン、
あで予選最初に番組で、で、まあ、それが確定すれば順位の枠番で、それをね、順位もいろいろあるんで、その流れ枠番をはまっていくんで、その中でまあ、あの人かなっていうのはありますね。はい、何ですか今日は、渡貫さん、はい、今日は2マークでの逆転、だからこれそうです、無風の影響なんですよ、引き波が残りやすいんで、そうです、はい、ああ、これね、いろいろさんね、エンジンの点火時期って調整してるんで、してます、してます、はい、もういろいろです、これも人それぞれですね、基本 5.4 とかいう、まあ、その数字が大体ベースダウンですけど、まあ、いろいろ振ったりしますね、うん、ある一部を触るんですけど、それを見せてあげた方が一番、これはもう100分に1件にしかず見た方がいいんですけど、ないんで、手元に。今ご用意できないんで何とも説明しがたいです、すいません、はい、黒沢さん、はい、野出さんこんばんは、はい、ありがとうございます、復活、はい、質問ですが大転回るとはどういうことなんですか。これはまあね、1号艇が回るじゃないですか、こう回ってるところをここをまくるんじゃなしにこれについて回ることです、こうやって、これが大転回るっていうニュアンスになりますね、はい、バステドさん、何ボートにも乗りやすい乗りにくいってむちゃめちゃあります、これは、はい、むちゃくちゃあります、プロペラついてないんちゃうかって思う時ありますよ、本当にあ、フィンがついてないんちゃうかっていう思う時あります。夏木さん、ボートの勝率はレースに影響は、これはもうむちゃくちゃありますね、近代協定にか、うん、なればなるほど、ボートはね整備ができないんで、僕ら手をつけることができないんで何も触れないんです、基本、うん、エンジン乗せて外すだけなんで、あとはもう何もできないんで、ありますね。そうそう、宮内さん、ここにね、ボート用のヘルメット穴開いてるんですよ。だから、僕らが例えばファンの人にあげて、ファンの人がそれを原付きに乗ることはできないんです。ボートせ、あくまで専用なんで、穴が開いてるんでね。はい。お飾り用ですね。はい。レイチェルさん。逃がまくる心理が知りたいです。これは1号艇が明らかにいつもレース、その人のレース見てて早く、まあ、逃げれるなと思って早くレバーを掘る人とか、そういう油断がある人の時はつけまい行ったりしますね。あ、ハバネロさんどうも、うん、ロイさんこんばんは、はい、よろしくお願いします。ゼミナーの再開ありがとうございます。あ、いえいえ、こちらこそありがとうございます。ん、赤さん、はい、今度大学の先輩がスミノエシブでデビューする。マジデビューやったら11月じゃない？次やったら多分、うん、10月9月の終わりが卒業と、まあまあその逆もありきやけどね、半期半期なんで楽しみにしておきます。デビューされる方ね、りょうさん、僕は明日セミナーにはいません、申し訳ないです、はい、明後日と最終日はいます、はい。坂野さん、はいはいはい、さっきの尼崎の優勝戦はバタリさん打撲、はいはいはい、ああ、そうですね、うん、りっちゃんさんの質問です、はい、宿舎に帰る便はいくつかに分かれているみたいですが、これはレースによってまちまちですね、住之江はまあ10レース終了後なんですけど、一応9レースまで終わった方は帰ってもらわないと、バスの数人数にも限りがあるんでっていう形ですね。でそれ10レースの人が帰るときは9その1便の人と交代して、まあ、若い子は1で前半で終わっても残らなくちゃいけないんで省きますけど、でもペラ叩きたい、整備したいという方はその10レース走る人と、スミノエの場合ですよ、あくまでその人と直接交渉して変わってもらうという形になってますね、はい、多分大体レース上一緒ですけどね、うん。ベロラさん、はい、尼崎は選手の怪我を細かくツイッターで、そうね、これ は福岡さんもやりましたよね、うん、これはやった方が僕はいいと思いますね。今の昔のね、僕思うんですけど、ファンの方の選手に対する思いっていうのは昔と今とではもう全然違うっていうのは最近僕よくわかるんで、ファンの人はやっぱりそのね、自分の応援してる選手がどうなったかでやきもきしてるみたいな、僕よく聞かれるんです、どうですかって、もうちょっとわからないところも本当はあるんで、やっぱそれは現地のレース場がね、公式で言うのが一番だと思うんでね、うん、今度まあ言う機会があれば僕は言っておきます、はい。新ボートですか、宮内さん、これ乗りやすいですよ、はい、基本的にはですけど、あくまで、はい、ん、うん、よしよしさん、ほんまですか、僕見てて幸せに寝れるんですか、もうありがたいですわ、お釈迦様みたいですね。よしおちゃんさん、はい、優勝戦全部来たペナルティないです、はい、
これはフライングのみですね。あと侵入待機行動違反はポイントっていうのがついて、これは表には出ないんですけど、内部でポイントがたまれば斡旋が削られます。はい、あ、奇数手さん、はいはいはい、週刊で返す、あ、これまだゆっくりします。はい、いろいろさないキャブを調整することで直線はほぼないですね。もう燃料系なんでスローからの行き足とか、言うたらレバーを こうした時に影響が出るんでね、握って落として握って落とした時に、まあ混合比、まあこうキャブレターのこのこっから吸い込む空気の量と燃料タンクから落ちてくる燃料の量を調整する、ここにニードルっていう、よく選手が直線でこう触ったりしてる人、後ろ向いてこうやって、あっこの兼ね合いとか、スローから握った時に、まあ、ジェットがいっぱいついてるんですけど、その関係性を変えたい時にキャブを変えることがもうほとんどなんで、直線にはほぼ影響ないですね。はい、違います、村長さん、キャリアボディというのはエンジンの一番下です。プロペラのすぐ上にギアケースというのがこうついてるんですよね。そこと合体する上に、ここの間にキャリボディがあって、で本体あるんですよ。だからまあもう物があれば一番分かりやすいんですけどね。はい、サンディーゴさん、野出さん、こんばんは。あ、これがキャリボディです。はい、皆さん見てください。あれ消えたよ。いや、きちですねこれね、スタッフの。はいこれです。これがギアケースです。で、下の部分がプロペラと一緒に連結するとか、これキャリボディ、ギアケース、はい、っていう形になりますね。はい、これね、今はこのキャリボディ界のが一番手っ取り早いんですよ。うん、まあ、効率もいいんでね、結構上抜いてギアケース外して、もうすこ、あ、この、ね、こうなってるとこあるんですけど、そこさえ外せばバン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 入れ替えできるんで、一番反応もありますし、うん、一番いいと思います、ここは。岡山の夜はサンディエゴさん楽しみましたか。楽しみすぎてもう、はい、申し訳ない、誰にやねんってね先導遊びましたこれ。マサマサさん、野添さん、はい、開催期間4日や5日や6日ありますが、はい、開催ん何日開催か、この、まあまあ、基本的には選手はみんな大体5日がいいと言うと思います。はい、4日もまあまあいいんですけど、5日かなっていうのが多分7割以上だと思います。うん、6日はまあ仕方ないですね。そのタイトルグレードレース、そういうのはだいたい6日なんで仕方ないですけど、7日は嫌です。これはもうほぼほぼ全選手言うと思います。ほぼほぼですよ。全員とは言わないですけど。ね、オカピーさんね、宿舎は霊所と離れてるんですかっていうのは、隅の家は離れてます。車で10分ぐらいなんですけど、今は宿舎建て替えてくれてるところはほとんどなんですけど、は基本的に霊所敷地内にありますね。まあ、もしくは出てすぐとかにあるんで、今、車で移動せなかったら平和島隅の絵ぐらいかな。もうあとはもう、うん、あとはもうあれですよ、ほとんどもう近くです。横林さん、はい、ゼミナール、プロの選手と我々の間を、本当にありがとうございます。それが目的です。はいあとね、疑問に思うことをね、聞いていただいて、YouTube で勝手に配信する分にはね、なんぼでも多分できると思うんですよ、録画して。ただこうリアルタイムに会話をしながらやるっていうのが、またね、こう例えば今日あったことをそのまま聞いて、その疑問を答えるっていうのがこれの醍醐味なんで、まあ例えば展示の見方どうやねんって言って、その展示の見方の動画撮って、はいどうぞって見せるのはそれは簡単ですけど、やっぱこの人のこの状態はどうなんやっていうのはね、今こういうのしかできないと思うんで、それをね、売りじゃないけど、そういうのしたいなと思ってスタッフさんと頑張ってるんでね。はい、あー、またね、ディーンさん、おやすみなさい。そう、これチェルレイさん、分かる、部品交換って新品と中古変わったとお客さん分からないようになってるんで、これね、いや影響ないと思いますよ。うん、僕はね、例えばあ、今日でもキャリボディ交換、まあ、昨日変えたって聞いたんですけど、今日も変えた、そのキャリボディどこに行ったんやって話ですよね。前のに戻ったんか、また違うのに変えたんかっていうの分からないでしょ。まあ、これはね、もう走ってる時から思ってたんですけど、分かるようにした方がいいと思います。はい。もうだってファンの人って今情報社会じゃないですか、これネットで。で、ネットで買う人が前たらほとんどだと僕は思ってるんですけど、そうなってくると情報が必要なんで、やっぱこれは分かるようにしてあげた方がいいと思いますね。うん、これ僕がどうこう言うて変わるもんではない。ないですけど、はい、いろいろさん、はい、スローが効かないときでリードバルブ関係ありますね。はい、基本的には開けすぎ閉めすぎどっちかですけどね。
横くんさん、はい、野添さんから見て峰さんの復活レースどうでした？僕レース見てないです。うん、であれぐらいの活躍するもんだと思ってたんで彼なら、はい、なんちゃだから、そう、まあたまたまで僕こういう仕事させてもらう機会が増えたんで、 YouTube の他の配信結構見るんですよ。だまあ龍太の動画とかすごいと上がってたんですね、結構いろいろえぐいとか、いやもう当たり前、僕からしたら当たり前と思ってたんで、彼ならそれぐらいして当然だと。でまあ復帰前に僕いろいろね、こう LINE とかでいろいろ頑張れよみたいな話してたんですけど、もう燃えたぎってたんで彼やる気しかなかったんで、まあ普通だなと、うん、と思ってます。はい、別に特別そのね、うまいのは分かってるんで、はい、それはあの辺のクラスの人みんなね、だからもう全然当たり前だなと思ってますね彼なら。サンディエゴさん、鎌倉さんやお茶さん、ペラトックの成果出てますか？出てるんかな、どうだか分からないですけど、まあいいようになってたらいいなと僕は思ってます。まああの彼女たちもね、全然もうええっていうことばっかりやったんで、なんでそんな風になるんですかっていうことを、まあ質疑応答しながら実践さして、で覚えてもらったんで身にはなってるとは思いますね。はい、シモンデさん、熱くなるとモーターが出ないとは、回転が上がりません、まず、はい、出力もあの表記されてる、例えばなんぼっていう表記されてるパワーよりも絶対出ません。はい、熱効率、熱がも熱持っちゃうんで、なんせエンジンが絶対出ないです、回転も上がらないです。横林さん、はい、毎日ネットですよそうでしょ、だからそういう部品交換はもうちょっとね、うん、してほしいなと思いますね。玉本さん、ライナーでしょ、僕ら全盛期ですよ、全盛期ではないけどバリバリありましたよ。だから僕、炭のとこなんかエンジン乗せるとこ6ミリ、6ミリはもう当たり前でしたから僕ら、うん、6ミリ積んでチルト2度、今でいうチルト5度ぐらいです。はい、もう見れない、測れないです、怖くて。チルト3なんかもう全然低いですよ、チルト5度かな、もううなってましたもん、起こすとき、うぃーって。だからスローからスタートしたことなかったです、デビューして3年は。もう小川さんみたいにこうぐるーっと外回ってダッシュつけていく、出ないと起こしたらもう泣きっぱなしで起きないんで。はい、岡村淳さん、小葉選手、はいはいはい、見た、小葉選手は職人です、はい、もうプロペラも科目にずっと叩いてますし、整備に関しても本体整備に関してもそう、何するにしても本当に真摯に向かって、うん、もう本当何ですか、それにつきますね、もう頭が下がります。はい、あ、全速君さん、同じ体重のにターンスピードに伝わって、これはもう言うたらハンドル切る時にレバーを掘るか掘らないか、あとその時のサイドのかけ方、うん、かな、あと体重移動もそうですけど、もうこれ思い切りの問題です。はい、え、どういうことこれあ、昨日のまくり差しビビったのか、あ、いい差ししたんですね、うん、そう、りっちゃんさん、そこ、こうやってリアルタイムにこう質疑応答するのが、あのファンの人にもとっても、僕たちにとってもね、逆に言うといいことかなと思うんですよ。僕らはやっぱりちょっとね、ファンの人がどう思ってるんかっていうのは分からない部分が多いんでね、うん、ん、レイチェルさん、夏と冬では予想はどのように変わりますか？これはどうかな、エンジン出力が上がるんで、うーん、難しいな、どう言ったらいいんかな、みんなプロペラ調整はしやすくはなるんですけど、よりこういうストライクゾーンが今ね、こんなんだとしたらこんな状態になるんですけど、よりここにピンポイントに持ってこれる人が、今のエンジン性、例えばエースモーターって言われてる人が、例えばいろんな人が乗ったとしても、ピンポイントで当てた人が、本当、えげつなく出せるんで、冬場は。でも今はこのゾーンが分からないんで、ここがもう、言ったら、もやーっとしたものになってるんで、今の時期はね。だからその辺の差は出てきますよね。サンディエゴさん、石野選手、松井選手の優勝モーターは、河野君には多分ペラが合わなかったんでしょうね、松井さんの形では。でもさすがに松井さんの形だったら、1回レース行こうかって、どの選手でもなると思うんですよ。でも、この違いがあるんで、うん、これはだから、皆さんも覚えてた方がいいですよ。前節誰か乗ってたから、絶対出るっていうのは、それまずないです。はい。直線で出ても曲がれないとかね、よくあることなんで。うん、吉尾ちゃんさん、はい、今節展示タイムは7秒台が多いですが、これ夏場っていうか湿度ですね、気圧と、
まあ、これカラッと晴れて気温がボーンと40度あって湿度がゴーンと下がったら多分7秒なんか出ません。湿度があると必然的にもう全てが落ちるんで7秒台で、逆に言うとホーム向かい、ホーム追い風になるとバック向かいになるでしょ。だからもう必然的に7秒台になります、この時期は。でもこれ数年前じゃありえないことなんで、まあ、モーターも新モーターになるたびに何かがこう出力が落ちていってるんじゃないかなと僕外側から見て思いますね。ひろゆき中野さん、のどでさんお疲れ様です。はい、どうも。名物オレンジモーターはどうですか。今節に限ってはそんな飛び抜けてる人いないですね。これがひと夏越して秋口だから見たら宮杯やる頃にはだんだんその例えばクイーンズクライマックスですか、今年だったらね、それに向けてあこのエンジンがエースモーターだなとか、ボートはそろそろちらほら多分もう分かれてきてますけどね、いいのと悪いのはその辺も出てくるんじゃないですかね。なるほど。何赤さん、はい、陰性で2号艇が沈みやすい記念選手の教えてくださいこれはまあその時のレースのスタート待機でもよるんだけど、基本的にはブス島君とかね、まあ、峰君もそうね、ああいう感じの走り方する選手は、2コースはやりにくいです。正直僕も嫌でしたね。はい、あ、天空さんどうもお久しぶりです、よろしくお願いします。帰ってきましたはい、まさまささん、野田さんから優先手保護違反教えてください。これはまあね、あ、ビデオ出そう、今日のやつこれちょっと出してもらって説明した方が多分分かりやすいよね。ちょっとこれね微妙でしたね。何も多分上がってきてないから何も処分ないんかな。これは本来は2番が先行してるんですけどね、見た目はですよ、あくまでも走ってる側と外から見る見方ではね、これね全然違うんで何とも言えない部分はね正直あります。乗ってる方からすればかかってるとか見えたりね、かかってないとか。1番もターンマーク外してるけど2番も外してるね、これみんな外してますね。やっぱ反応鈍いからこうなんで、これこける、まあ、この時あまだか映像は遅れてるね。これ上の画面のでいいの、僕話して上の画面の方で見て話して大丈夫これ。ああ今これターンマーク外しますよね。で5番が左右差す、これねと大時計があるんですけど、大時計のスタートラインとバックも平行線上で確定するんですよ。この止めて止めて手前でこの時点で決めなダメなんですよ。ちょうどこれがバック裏時計裏ぐらいなんですけど、この時点で内側にいる手が外側にいる手よりに一部がかかってれば内側です。わかりますから皆さんで、ね、もうちょっと巻き戻してもらっていい、もうちょっと巻き戻して、いや違う、そこでもうちょっとスローにしてもらえる、ここからスロー、ここでほら皆さんここでね、これ絶対かかってませんよね。でこの段階で、2コーナーでこけてるのは一応危険信号灯って赤と黄色のランプが両方つくんです、1コーナーも2コーナーも。でどっかで転覆してるっていうのはこれ分かってるんですよね、みんな一応。その中で中村じゃこの2号艇は確認してるんですよ、1コーナーに転覆艇がいなかったイコール2コーナーに転覆艇があるんだと。でどこやろうってこれ探してるんです、わかりますかね。で5号艇はこれまだそのことに関してもう何ちゅうかな、レースに集中しすぎてそこまで余裕がない状態なんですよ。でこれ起きてる、かぶってる、はいスローで流してください、これここでまだ判定できない状況なんです。もうちょっといったら時計の真裏なんです、時計のスリットラインの真裏でこれは判定するんですよ。でまだ時計のとこ足してないでしょ、これ足してない、まだですね、ちょうど電光掲示板のところへんかな。でここでね5番がね気づくんですよ、あっていうの、
起きたでしょ。これで引っかかってないじゃないですか。だから僕らの僕現役時代の認識であればこれは絶対にいいです。ただこの後流してもらいましょう。で2番が内見てますよねこれで、5番も外見てますよね。どうするんやろと、お互いがどうしたらいいの、どうしたらいいのって。で5番ずっと右見てるの分かりますよねこれで、代わりに行こうともしてるんですよ。で時計の裏がここです、ここです。ほんでこの段階 で判定しなくちゃいけないです。乗ってる側がですよこれ、あくまでも現にレースしてる側が。でこれでもこれ2号艇からしたら5号艇ってね、かかってるかかかってないかわからないんです。これバックミラーがあるわけじゃないんで、これな2号艇は前を見てるわけじゃないですか。どこでこけてんのやろって、まだこれちょっと探してる段階の事故があったんやろって。で5番はこれずっと2番を見てるんです。どうするんやろって、お互いが何ちゅうかな、こう牽制じゃないけど、こうどっちどっちどっちみたいな感じなんですよ。で流してくださいこのまま。でもう一回これ被るんです。なんで被ったか僕にはわからないです、わからないです僕には。で本来ならこれでまだずっとお互いが見てるでしょ、こうずっとどっちなんどっちなんどっちなんって。で選手っていうのは迷った時はその本当は先行艇が言ったらリードっていうか、まあ、俺やみたいな意思表示するんですけど、今2番が右に開いたんで、わかります？あ、もうちょっとザーッと流してください。これ先行艇の2番がこうずっと、まあこれ流してもらったら結構です、もう流してください。ずっと流してて、こうもう一回被った時に2号艇がここで内を確認して右に開いたんですよこれ。だから5はあ俺権利艇なんやと思ってこれ内入ったんですよ、わかります？まあでもこれはファン、まあ僕もそうですけど明らかに2ですよね。うん、それは怒るのはごもっともだと思います。ただこれは審判は後で判定しますけど、明確なルールがないんです。時計のスリットライン、その延長線上で自己艇が どっちになるか、例えば1コーナーだったら、まあ言ったらぐるっ1コーナーとか回って、2コーナーの時計の真下、ね、こっちだったらぐるっと回ってバック、これはお互いの2周目も一緒です。で選手が目視してどっちが前やどっちがかかってるっていうのをやってくださいっていうことなんですよ、わかりますかね。だから結果こうかかってるかかってないとか、まあいろんな問題が出てくるんですよね。で後で審判が判定するんですけど、だから本当明確な事件が、明確なルールがあった方がいいのはいいですね、はい。まあ、サンディエゴさんが言うように土井君がもっと主張すればよかったっちゃそれまで、はい。で後ろはあれね、でもね前は見えないんです後ろ、本当後ろがやめなダメなんです、僕から言わせれば。でもそれは何とも言えない、どっちが悪いとも言えないです、そういう風なルールなんで、はい。ゾエさん審判委員長してください、でも免許持ってないです。審判も審判で免許取りに行くんでね、1年間訓練受けて、はい、僕らと同じように免許ございません、はい。住之江から説明というか、何やろうね、何らかのこうアクションじゃないけどあっても良かったレースだと思いますね、はい。優先手保護違反かなんかね、はい。コンシーさん、はい、ロゼさん、ゼミありがとうございます。バステドさんね、これ難しい問題なんですよね。だから選手は本当はもっと具体的なルール出してほしいんです、はい。こうやってファンの人が疑問に思うことがあったら、まあ、言っちゃ悪いですけど数年前のあのことがぶり返されますよね、だからそれが良くないなと僕は思いますね、そうなんですよ。ひろゆき中野さん難しいんですよ、規定があるのは、そうなんですよ、あるんですけどね、これというのがないんで難しいですね、はい。覚えてください横林さんね、これね、だからどっちが悪いでも言えないんです。もう走ってる側前にいてる人も見るんですけど完全には分からないんですよ。それなら後ろの方も、まあ、人間なんでちょっとでもかかせたら主張しちゃろうとか、極論言えばですよ、ちょっと引っかかっとったやんみたいなのあるんです。でもやっぱりそこはその人のあとは持ちようなんで、危ないからやめようって引く人もおるし、いやいやいやってこう突っ張る人行く人もおるし、
ね、分からないです、こればっかりは。あ、これ黒コスモスさんかな。そう、まあ走ってる側の人間はそうです、おっしゃってる通りです。でも現状ルールはそうです。うん、難しい、ね、2が早めに締めてたら、これね急に締めたらダメなんです。それもあるんです。ゆっくりお互いが離れてる場合あるじゃないですか、こうやってこうやってね、ゆっくりお互いがこう寄せ合わなダメなんです。こうやってゆっくりですよ、これはあるんです。ガーンと言ったらダメなんです。こう引っ掛けてこける事故があるんで、だそれもだから難しいんですよ。出てない人、出てる人、届いてない、ゆっくり行く間に届いてしまうとかね、難しいんですよ本当に。チェイさん、あれチェイレルさん、峰選手で整備力もすごいと聞いたんですけど、どうなんですか。整備力より僕は圧倒的にプロペラ調整能力だと思いますね。はい、整備は知識もすごい大事ですけど、そこは今も整備士さんもしっかりこうやってくれるんで、知識よりも思い切りなんですよ。例えばプロペラがベース固まった上で、あ、これはペラじゃないな、エンジンやなって取り掛かるのがほとんどなんです。ほとんどですよ、全員とは言いません。大体がプロペラです。プロペラまず叩き上げた、調整した、反応がない、あ、これペラじゃない、エンジンやってなるんで、だからある程度プロペラの知識、ある程度プロペラを早く叩ける、自分のゾーンにはめれる人が言うたら結果整備がうまいとかなってくるんで、まあ例外的なのは赤谷君とか例外ですけど、先に本体やったりするんで、それ以外の人はあれはルーティーンなんで、もうやらないと気が済まないんで、出てようが出てまいが、今垣さんもそうですけど絶対やるんで。だから峰君がその整備がうまいというよりはプロペラの叩く能力が高いってことですよね。うん、そう、 STB さん曲げらしいのは言ったもん勝ちみたいなっていう感じでなってしまうところもあるのは事実です。ただ難しいですよね、はい、それ以上言えないですよ僕からは、はい、え、ルール作ってる選手がこれは言うてると思います。ただいろんな問題があるんでしょうね、うん、難しいみたいですよ、はい、そうこう、そう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 、なんかねこうファンの人が納得するような説明があったらいいなと僕思うんですよ。例えばこうパッ、あ、これちょっと怪しいなってなったら、今のはこういう状況だってこうなった、例えば競馬でいう審議パトロールビデオみたいなのあるじゃないですかね、あんなんあってもええなと思いますよ。うん、ないもんね、うちらの業界はお金かかってますもんね。そうね、そこなんですよ。そう、強がりさんがなるよね。だこれだってこの着順次第で順位乗れる乗れないとかねありますからね。あ、そうそうそうですね、バセドさん選手会長ウリュークになりましたね、はい。これね、審議とかいう問題は僕も思うんですけどね、難しいんですかね、うん、はい。福沢諭吉さん質問です。はい、11レースの谷村選手を見ていて思ったんですが、はいはい、エンジンがあると伸びや出足などの影響関係なく乗り心地や操縦面などの影響があるんです。これは一人で走ってる分には影響はほぼないにです。影響はね、出てる出てない別ですよ。ただセルと引き波っていうのができるじゃないですか。この引き波っていうのが厄介で、これが出てる人と出てない人では別物に見えるんですよ。荒波突っ込むのかさざ波突っ込むのかっていうぐらい違います。一本超えるたびに差が広がっていきます、出てる人と出てない人では。だから出てる人がまくり出し行けば3本4本引き波やっても交差してスコーンと抜けてくれますけど、力がないエンジン出てない人が例えば5コースぐらいからまくり出し行って 2,3 本超えようと思ったら、どっかでうわーんとこう負荷かかってキャビっちゃうんですよね。そういう差はありますね。うん、サンディエゴさん何、田中慎一郎選手が理事から離れましたがガンガン勝ちますよねどうなんやろうね聞いてみます今度、はい。あ、横林さんありがとうございます。あ、そうレックさんね、外回りから確認する、外回りっていうのはプロペラギアケース取り付け、はい、というのを外、大体外回りって言います。もう手軽にパパパッといつもやる作業のことですね。プロペラ触ってギアケース見て、まあ、これが大前提、外回りの一つの区切りです、ペラとギアケース、はい。あとはまあ、その人それぞれで電気位置を測ったりキャブレターばらしてみたりバルブを見てみたりっていうのも含めて外回りっていう人もいますし、僕の場合は外回りはもうペラとギアケースでした、はい。天狗さん何、若手がツイッターで芸術するのダリーって言ってました。いやいや、もうありえへんけどね、俺やめてもうたやねそんなやつもう、はい、もう厳しいですけどありえないそんな。だから
だからなんですよ、このねプロペラがね今ね備え付けになったじゃないですか。ほんだら例えば僕と前の岡村義嗣信孝っていうのはもう言ったらことあるごとに弟子たちは僕のレースを見ててどこで何日目で野出さんプロペラ叩きましたよ、叩き変えたでしょっていう質問してくるわけで最終日に。ほんだらあ見てるんやなって分かって、叩き変えたよって、どういうふうに調整されたんですか、分からないんで明日野出さん時間作ってくださいって言ったら、僕まあ帰った最終日次の日ですよ、もう一応時間作って迎えに来てもらってプロペラ教えるわけなんですけど、そういう工程があってプロペラ覚えていくんですよ。で今の子は備え付けじゃないですか、やることが少ないんです基本的に。だからまあいろんなゲージ買うんですよ、でそれに合わしとったらええわっていう感覚なんですよね。だから叩く能力はないんですよ。でそれを僕なんかもそうですけど、いろんなトップレーサーも含めていろんな先輩方は形って一定じゃないんです、行くたんびに変えるんですよ、行くたびたびに。ほんだらゲージが乗らないんで、こうパチッとこれすらなきゃいけないんですよね。その行為が面倒くさいというのは僕からしてもありえないんですよね。うん、その失格ですよそんなんは、だと思いますよ厳しく言えば。ああ優勝者乗ったんしてます、はい。いやいや、ほなもうゲージするんだあるんや、これありえへんけどな、言うてる意味が分かんないですわ、ほんま。ちょっとカチンときましたねさすがに。その選手が誰に世話になったのか分かんないですけど、ちょっとその人がダメですね、はい。あどうなんでしょうね鎌倉さんね、これまあ その成果が出たならいい、もうよかったなって、やってよかったなと思います。だから鎌倉さんでさえ分かってないんですよまだまだ、はい。だから女子の言ったトップクラスですよね。僕ね、エンジンのことは正直あんま分かりません、整備ほんましたことない、ただプロペラのことだけは分かります。だから今のゲージの件はちょっとカチンときましたね、はい。あ S ゴッホさん、大阪市はそこで、僕はどうでしょう、まあ、だから今後出てくる、近年出てきた選手は僕たちの年代、それこそまあノブもそうですけど、信孝もそうですけど、あの辺まではやっぱりこう盗もうとしたんで、叩く能力も含めてどういう調整すればこう変化があるんかっていうのをね、それがやっぱり叩いてもらってた時期もあったんで、実際それを持っていって乗る時期もあったんで、まだ今備え付けなんで、もう自分の持ってるゲージのある方はそれすらなきゃいけない、それをめんどくさい、いやそんなやったら知識が全然入ってこないんですよね、それを分かってないんですかね、うん。まあでもそれはダメですね、うん。いくら多分操縦がうまくなってもどっかで頭落ちしますね、申し訳ないけど。あそうそうサンディエゴさん、はい、 VR これすごかったね、面白かったです。僕ねちょっと1回乗ったらね、またちょっと股関節がちょっと痛ってなったんで、乗らなかったんですよ。はい、全然もう安全運転しとってタイム悪かったんで、くっそこれレコード塗り替えたいなと思ったんですけど、ちょっとやめよう思って。で行ってた連中とも、野出さんやめた方がいいですよって言われたんで、はい、やめちゃいました。塗り替える自信ありましたけどね、あれ本当。KR さん日焼けしてるでしょ、昨日おとつい無人島じゃないな、小さな島に行ってグループで遊んでたんで、ちょっとだけその日たまたま日が照ってくれたんで、ちょっとだけ焼けましたね、はい。リンさん何前付けに行くんだって、マイナスな選手の印象悪いと思う、あまあよくはないですよね、正味の話、はい、行くなら行き切ってもらった方がいいと思います。あれは出さなくていいんですか、うん。ちょっとここでちょっと一つだけお知らせじゃないけど、うん、これね年末のねクイーンズクライマックスあるじゃないですか、それに向けて何ちゅうんかな、その代表的な女子選手の方の特徴とか、まあ、人となりとかそういうのもちょっとだけ僕の知ってる範囲でお伝えできたらなと思って、はい、ちょっとやっていきます。全員が全員ではないですけど、これは予選ですよね、結果これクラシック優勝するんですけど、まあ、彼女のいいところは良くも悪くも思い切りがいいとこですね、はい。で僕は正直女子選手のことってあんまりシンクったとこ分かってなかったんで、前回その鎌倉さんとか内田さんとかね加藤さんとか一緒にペラ講習したんですけど、どんな感じなんていうのをちょっとまあいろいろ話してみたんですよ。だから女子選手はこういうペラ調整しますとかで、まあ近畿なら特に分かるん で遠藤さんのことも言ってましたね、もうすごいやろあの子ペラを叩く勢いがすごいんですよ、もう力強い思い切りがいいんですよね。
でも野添さん違うんです、あんま動いてないんですプロペラ。これ動いてないってニュアンスは、叩いてる力の割にはペダルが形が変わってないってことなんですよ。これイコールちゃんと理解して叩いてるってことなんですよね、僕から言わせれば。で鎌倉、ね、鎌倉さんとか落合さんそれ説明すると、はそうなんですかって言ってたんですよ、うん、だから結果鎌倉さんと落合さん、まあ、加藤さんもそうですけど、僕の叩いてる姿見て式側の低い位置を教えてあげて、実際叩いて見て叩いたら、あ、野添さん本当ですねって、これでエミちゃんのやってることが理解できましたって言ってたんですよ。だからそれを実行してた人やなっていうイメージがすごいありますね。だそのペラの振り幅もまあもちろん大きいですし、それ結果その大きくプロペラを変えないと知識っていうのは入っていかないん でましてやこういう、ね、男子選手の一流選手と戦うってなると、やっぱりその女子のメリットである体重 ね、その軽さっていうのを最大限にやっぱ生かしたいでしょうから、だからそれを思い切ったことに化ければもう手がつけれなくなるんで、正直いくら上手い男子選手でも勝てませんこれ本当に、うん、だこれも含めてこの説はやっぱり僕正直で何レースかしか見てないですけど、優勝戦に限って言わせてもらうと、もうスタート紛れなかったらもうほぼ 100% の近い状態で逃げるなと思ってましたね、うん、だって足が刺さらないですもん、あんな綺麗にインから回られたらまくれないですもん、うん、あとまくりに行っても風圧で流れますからね、こうヒュッといった瞬間パッと逃げたらふっとこう右に一瞬滑るんで、まずまくられることもないんで、そこですね。あとはもう負けず嫌いすごく、まあ、これは選手絶対必要なんですけど、もう露骨に悔しそうな顔を出すんで、まあそういうのも僕には好きですね、やっぱあの、うん、あ悔しがってんやって思ったらそのままもうすぐ着替えてすぐプロペラをガンガン叩くんで、うん、そういう姿見てると、まあ、まあ出た当初からそうだったんで強くなるやろうなとは思ってました。はい、天空さん何大変でしょうか、みんなに教えていってください、僕は頼まれれば教えますけど、僕が講習開いてやることはないですよ。はい、あバネマさんそうです、これね一流になって例えばプロペラのことにだけに関して言うと怠けるともう置いてけぼり食らえます。今出てるから、あこれあったら安心やって高くくるでしょう、2ヶ月後にはパニックになってます。常に向いたり、極論言えば1週間おきにあここが違う、エンジンによってこれが違うっていうのを肌で感じて、それこそ違いを感じたらゲージをする、わかります、これね全選手あの言ったらこの辺のクラスの人は全員やります、もしくはやらないんやったら頭に叩き込んでます、このゲージがこんな当たり方してこんな好き方してこうやって見て、これを頭に完全に入れた上で次に行って参考にします、それがわからない人はゲージすります、うん、だそれはこの辺の人は全員やってます、極論言えば1週間もしくは2週間変わります、はい、野添さん、はい、タモンさん何ですか、どの選手の支部でも僕は全然教えますよ、来るもの拒まずだったんで現役時代もです、だから他州の後輩でも見てくださいって来る直に頭下げてくる選手は全部見てました僕は、で全部教えてました、はい、僕全然隠さないんでそういう子には、はい、ごちそうさまでしたっていうやつですかこれ。ああもういい感じで掴んでるよねこれも。うん。走るラインとかはやっぱりねこれ新之助さん、しのんさんねこれねやっぱり場数です。こういう道中が厳しいところで走ってる選手はもう入れ替わり立ち替わりになるんで、やっぱり目もね動くんですよ。パッ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 パこう視界を絶対確認するんです。いつもどの場所でも。ハンドル切ってる最中でも、そういう環境でない人がこういうところ走るとやっぱり、うん、なかなか対応できないです。だからそれ慣れです。あみはいはい本当ですよ、これの人らはね怠けてる人は誰一人いないです、うん、もう絶えず何かしてます、まあ、ペラペラプロペラ叩く、ゲージする、整備する、やり尽くします、うん、その勝負が、まあ、例えば極論言えば順位乗れるか乗れないか、それが明確になるまではね、うん、ああそうそう、りーちゃんさん、大上君もそうですよ、あの琵琶湖に G2 買った時に
伸び方にしたいんですって最初木下翔太君に相談行ったらしいんですよ。ほんだらそんなんしたいんやったらもう野添さんに聞いたらいいよって言われたらしくて、でまあその大江君の師匠が西野翔太なんですよね。西野が岡村の同期なんですよ。だから僕知ってたんですよね、関係性は。ほんだら、まあ、勇気を振り絞って次の日僕は2階の、まあ、選手控え室あるんですけど、そこに野添さんプロペラ見てほしいんですけどお願いできませんかって来たから、僕はその前の日に木下から聞いてたんで、野添さんもしかしたら明日行くかも分かりませんって呼んで、よく来たなと思って、まあ、行くぞってなって、で下に行って突き切りで教えてあげたら結果優勝してくれたんで、まあ良かったですけどね。超伸び型にしてあげました、はい、伸びるまで付き合ってあげました、はい。優勝してくれたのは何よりです、僕にとっては。うその教えたどうのこうのよりもね。ああそうです、ハバネロさん、ジンがゲージミしてたんかな、もうあんなん山のほどありますよ、はい。だから森田はだから自分の操れるようにするとこまではペラ叩きます、整備もします。ただ自分が思うようになんとなく乗れる状態になったらそこであとはもう腹くくってレース行ってるだけですね、相手が出てる出てない関係なしに。うん、シンピナにしなくちゃいけない時っていうのはプロペラにヒビが入ってる時です。で 0. 何ミリやったかな、もうちょっとうる覚えではっきりしたこと言えないですけど、何ミリをそのヒビが超えるともう交換、強制交換です。レース中にもう割れちゃうことがあるんで、プロペラが先が飛んじゃうことがあるんでね。ほんでまあ一着走っててそういう状態になって減速したら操縦問題、お客さんにも迷惑かかるでしょ。だからもうそういう危険な状態になったらもう検査員さんがもう罰を打って使わせない、皿使ってくれっていう、もしくは選手がこれも怖いんで変えてくださいと、検査員がまあそうですね変えましょうかとかいう話になるんですよね。うん、叩いてたらやっぱり金属疲労を起こすんでどうしても割れちゃうんですよね。横林さんに全体を把握できる速さ、そうそうそう、だから視野が広いんですよ。だから常にどっか見てるんですよ。それがやっぱり上のクラスになるともうなんせねめちゃめちゃしんどいんですよ。ほんませると前向いてないです、ほとんどが、はい、あっち向いてこっち向いてしてます。KR さん、勝利者インタビューで選手たちも漏れなく息が上がってる、なぜですか、練習するのに息上がる、めちゃめちゃしんどいですから。 VR を真剣に3周乗ってみてください。僕のし、ね、仲くよくさせてもらってるパチスロライターの生駒武史さんも一緒に乗ったんですけど、降りれなかったです、ボートから。野添さんこれ本当もうボートレーサーの人僕尊敬しますって言ってましたよ。ガチでやったら立てないです、はい。野添さん先輩がもうこれあります、玉本さんなんぼでもあります。なんなら長峰さんのペラ僕は叩いてましたよ、今だから言いますけど、はい。それで、ね、いっぱい買ってくれたんでノーそれで OK ですけど、はい。僕のプロペラの師匠は同じグループ十何人グループ行ったんですけど、米田純一さんって、まあ、ご存知かどうかわからないですけど、大阪ではもう本当に指折りのペラ校舎で、もうプロペラ見たらいつもピカピカで、僕ボコボコだったんですけどよく怒られてたんですけど、その人に1から10まで叩き方から何から原理から、あとは体感で叩き方を教えてもらって自分で感じてこうやるとどうなるんだ、あとは自分で吸収ですね、こう叩くとこうなるんやっていうのを、僕自己点で首なりかけたことがあって、そのでレースを降りなきゃいけない時期があったんで、その時にいろいろもうガッチャガチャペラ叩いて覚えましたね、はい。ペラ真鍮じゃないですよ、うん、銅アルミ真鍮混合です、はい。これ村長さんペラ開くとどうなるっていうの難しいんですよね。もう足が変わります、はい、それだけ言えます、はい。日々7ミリ、ありがとう山崎、7ミリらしいです。なんか7やったなっていう記憶はあったんですけどね。あ、MC さんいらっしゃい、どうも久しぶり。いやいやいや、もうりっちゃんさんそうじゃないですか、やっぱり僕らね結構こうみんな声かけにくかった存在なんですよ、下の後輩からしてみたら。あんま喋らないですし態度悪いですし、はい、僕たちね。だから後輩が勇気を振り絞って来てくれるっていうのにね、それを無限にするわけにはやっぱりいかないじゃないですか、他支部であってもね。そういう、あ、カンナさんかな、これ VR 隅に欲しい、マジ言うときます、はい。やっぱり無限にするわけにいかないんで、うん、僕全然フルオープンでしたよ、他支部でも何でも、うん。え、ひろゆき中さん、レース開催中昼休みないのはどうしてですか。まあ、お腹減るもこれ勝手に食っとけって話ですね、先週に関しては。だからもうそれこそね嫌なあったんですよ、6と9とか食えないんですよ。
昼間のレースで。わかります？あ、行ったらやることあって6レース9レース空いてないでしょ。終わったら食堂終わってるんですよ。もう最悪ですこれ。1時半までうわ飯食われへんやんみたいな。まあそういう時はパンを置いてくれてるんですよ、菓子パン。だから食堂でご飯食べるか菓子パン2つに飲み物2本とか、そのレース用ってまちまちなんですけど、で菓子パン食ってます。僕ほとんど菓子パンでした。はい、走ってる時、田上さんこれ走ってる時怖いと思ったらもう終わりです。できないです。終わって怖いなと思うことはありますよ。はい、バステロさん、うん怖いわ野添さんってよう言うわ、ほんま頼むわ、ほんま知らんでしょうかほんまに。ビリケンさん、はい、野添さんは現役の時怖いってイメージついてますけど、ね、ちょ何言ってんですかほんま、知ってんのかってほんまにあーそうそう、シーンもそうですよ、新一郎も。まあ、やっぱ僕らの聞いてなんかそういうのあったみたいですね。僕たちは全くそういう実感なかったんですけど、でも来るものは拒まないんで、はい、それがやっぱり先輩ですからね。うん、盗み聞きしようとするやつには絶対教えませんけどね。はい、あ遠藤さん星なんですね。まああれで結果東部がボーンと跳ねましたよね、今の活躍見ると。馬場君にしろね、サンディクさん、あの同期さんね、えげつだそうって怖いわ、もうやめてもらっていいですか。もうそのネタね、どこでも出るんですよ、本当どこで飯食ってでも言われるんですよね。で後輩らが全員口を揃えて言うんですよ、えげつないって言うて。だから、ね、やめてほしいんですよ本当。うん、まあね、よく言われます。え、あそうそう、マサさん、これ転覆の時ハンドル持てっていうのは、こっから手離れちゃうと振り飛ばされちゃうんですよ。もう結構な G かかるんで、うん、だから持っとったらボートから離れれば、基本ボートの下に入るのが基本なんで。でもね、あんな持ってられないですよ、手折れますから本当。うん、でもまあ極力僕たちは手離れないようにはしてましたね。はい、ちょっと待ってマサミンさん、ゲーム中でも怖いって何を言うとんの本当。オタクほんま知らんで、そんなことさらほんまもう頼むわ、もうやめとってもらいます、僕の攻撃するのは。全然怖くないですから。まあ、ね、ぜひその隅のその辺に見かけたら声かけてくださいね。はい、やばいなこれ、やばい、落とし入れられてる俺ほんま。エンジンいいと思います、行き足よし。これね、ちょっとその前から良かったんですよねこのエンジン。うん、だから決して今始まったことじゃないです。たまたまそれと藤井君の調整がハマってるのがあるんじゃないですか。いい足してます、伸びとかより中間速ですね。はい、うん、ラストいきますね。あ、鳥倉さん、僕が一番スイス硬いと思うでしょうはここ、間違いなくここです、群抜いてます。この次三国かな、戸田も似てますね。この3つはね硬いです、住之江、戸田、三国。でもここが難癖、めちゃめちゃ癖あります。はい、まあ、てな感じの、あのね、皆さん久しぶりに本当あのゼミナール復活しましたけど、今後ねあのやったりやらなかったりするかもわからないですけど、まあ一応ね、うん、そうですね、皆さんの声がもっと集まればずっとやるかもわからないですし、またこう、うん、なるかもわからないですけど、まあ一応やっていく方向では考えてますので、あの質問等々ね、また皆さんこう考えていただいて、ぜひこう質問してください。まあファンの人の疑問をね解消したいなと思ってやってるんでね、よろしくお願いします。明日は僕出ないです、明日もここで告知するのはどうかわからない、通の配信出ますんで、はい、通に行ってます、現地に僕、はい、いないんで、あさって準優日最終日はいますんで、あの本庄来られた方、僕見かけたら遠慮なく声かけてくださいね。これ誰やん、まあ、俺のこと怖いってやつ、まあ、怖ないんでね、はい、すいませんけどよろしくお願いします。はい、では今日はこの辺で、皆さんさようなら、バイバイ、ありがとうね。